はい、皆さんこんにちは、クニネムです。今日はこのスズキのワゴン R ですけどもね、今日はドアの中の、メンテナンスをしたいかなと思います。何日か前にね、モコの、ドアの内張り外すという動画を上げましたけども、その時にね、ドアの中の水抜きのドレンの穴ですね、その掃除というのをしました。で、同じことをね、この、ワゴン R でやりたいかなと思います。ドア4枚と、リアハッチ1枚、合計ね、5枚ありますけど、後ろはもうしません。ドアの4枚ね、内張り全部外しまして、で、雨水がね、ドアの中に入るんですよね。まあ、それはそういう作りになってるんですけども、でそれがドアの下のところの穴から水が抜けるようになってまして、でこれがね、ホコリが溜まるんですよね。溜まりますと、まあ、水の出が悪くなるだけじゃなくてね、まあ、そこに水分がとどまりますんで、ドアの下部分から錆びてくるということになりかねないんですよね。ですからたまに掃除をしてやるっていうのがいいかなと思います。でたまにってどれぐらいなんかというと、これがね、2006年式、平成18年式かな。ですからもうね、2006年だから16年か、16年経ちますけどね、まあ、10年とか10万キロとか、まあ、それぐらいで1回掃除してやるのがいいかなというふうに思います。ですからもうだいぶ超えてるんですけどね、走行距離11万キロになってます。で今日はね、ドア4枚内張り全部外しまして、中掃除をしていきます。で、まあ、一体これね、初めて聞いた人何のことかよくわからないと思うんでね、何かちょっと見てみたいと思います。右後ろのドアの内張り1枚剥がしてますんで、まずそこ見ていきたいかなと思います。はい、何を言ってるのかと言いますと、これ内張りも剥がしてますけどもね、こうなってますよね。で、まあ、もう一回しますけど、水がね、こういうとこ入るんですよね、必ず。で、このドアガラスがどうしても上下しますんで、隙間はありまして、そこから水が入ると、入った水はこの中にポタポタと落ちます。で、何もなかったらね、この下から水が溜まってきますんで、そうならないように、風がね、今日すっごい強いんですよね。ここにね、これ穴なんですよね。で、水がたまらないように、ここから水が下に落ちるようになってます。で、この穴がね、これ1個ではなくて、何箇所かあるんですね。で、これちょっと見たいなと思いますけど、閉まってきた。2つ目、これが3つ目、合計3つありますね。で、この中はと言いますとね、もうその穴のあるところっていうのはすごく鉄板がもう挟まった狭い隙間なんですね。ですから中からその穴っていうのはなかなかこの車の場合は見にくくなってます。カメラをね、中に入れまして、ちょっと今どうなってるか見ますけども、この穴をね、内側から水を吹きかけて、じゃんじゃん水を流して、掃除して、外側からブラシを入れてね、掃除していきたいと思います。まあ、とりあえず一回カメラの中に入れて見てみたいと思います。その前にですね、ドア4枚、全部内張りを外していきます。で、外し方はもう、おそらくほとんどの方ご存知だと思いますんで、もう割愛します。これ左後ろのドアですけどもね、ここだけ、録画しておきました。このドア開閉のハンドルのところの、この隠しビスですね、1本外しまして、これですね、これ2本目のビス、この2個を外しますと、ドアの内張りがもう外れますね。で、今外してるビス、錆びてます。
これはですね、この中に、このビスのメス穴になるステーですね、これが錆びてるから、その錆が移ってきてるんですよね。で、そのステーはなぜ錆びてるかというと、雨水がドアの中に入るからなんですね。で、録画してませんけども、今回ドアの内張りを外して、いろいろと錆びてるところを見つけたんで、まあ、それは、全部錆を落として、錆処理をしてます。ビス2本外しまして、このハンドルの周りのトリムを外しました。これで内張りを、引っ張って爪を外していきます。このパカパカと、内張りが鳴ったら、真上に持ち上げて内張りを外すと。配線が中で止まってますんで、この配線引っ張らないように気をつけながら、この配線のコネクタを外します。で、外しますとこの状態になるんですけども、このビニールの、このカバーのようなものがありますんで、これを下半分だけめくり上げておきます。このビニールすごく大事で、これがあるから室内に水が入ってこないというものですね。それでは小型のカメラをドアの中に入れていきます。運転席のドアです。ドアの中の一番低いところですね、そこに排水用の穴があります。光ってる、外の光が中に入ってきてる、これが穴ですね。全部で3箇所ありまして、今映ったのが一番後ろの穴です。当然一番低いところに穴がないと水が排水できませんので、一番低いところに穴がありまして、でずっとこの細い谷間になっている溝のようなところですね、ここに水が溜まるんですね。で、黒くなっているのが汚れです。そして赤くなっているのがサビですね。で、4枚のドア、全部ね、よく似た感じですけれども、助手席のドアが一番サビが進んでましたね。まあ、ほんのちょっとした何か環境の違いだと思うんですけども、まあ、でもどっちにしても4枚ともこのように錆びてました。まだ置いといても大丈夫な錆ですけども、まあ、放っておくとこの錆は確実に広がっていきますんで、ドアの下から順番に腐食が始まっていくと、さらに放っておくともドアに穴が開く、まあ、そういうことですね。この一番低くなった谷間の溝のところ、ここを掃除して、水がとどまらないようにしたいんですね。スムーズに排水ができるようにというメンテナンスをしたいということです。右後ろの、ドアですね。この中を見ていきます。ここはドアの開口が、少し小さいんで、まあ、このカメラの操作も難しいのと、もう手はほとんど入らなかったですね。で、ドアのこの中に衝突安全用のビームもありまして、なかなか作業はしにくいところですね。今映ってる、縦筋になっているところ、これが谷間で、水が溜まる一番低い位置のところですね。手ぶれがすごくひどくて見にくいですけども、時々ちらっと光る外の明かりが、光が入ってくるところ、そこが排水の穴です。ものすごく錆びたボルトがありますけれども、これが一番前の突き当たりのところで、ヒンジのボルトだと思いますね。これだけ錆びてます。雨の水がちょうどあそこかかるところにあるのかなと思いますけども、で、次に、ぐるっと回りまして、左後ろのドアの中を見ていきます。ここも、右後ろのドアと、大体同じような、状態でしたね。錆もありますし、汚れもあります。
ただこの排水の穴を塞いでしまったり、排水がしにくくなるほどの、まあ、積もった汚れは、まあ、どこもなかったですね。この黒いやつは全部汚れですね。この汚れが、水気を吸い込んでなかなか乾燥させない原因になると、ですから水分がそこにとどまって、錆が始まってしまうということですね。次助手席です。ここが錆が一番ひどかったですね。まあ、こういうところ水が入ると当然錆は始まるんですけども、必ず水はここに来ますんで、その水を止めようとするのはまた間違いなんですね。入った水がスムーズに排水されて早く乾いてくれるという状況を作ってやれば、まあ錆はそれほど早く進まないということですね。でこの排水の穴の周りに、流れ出そうとするゴミが引っかかるということで、周りが黒い汚れが多いですね。で昔この溝に、CRC を吹き付けたことがあります。錆させないためにということでこの溝に油を流したんですね。まあ、錆には効果あるかもしれないですけども、その後1ヶ月ぐらいあの排水の穴から、まあ、黒い油がちょろちょろ出てきまして、まあ、ロッカーパネルとかをすごく汚すんですね。ですがここに油を拭くというのは、まあ、経験上良くないかなと、思ってます。はい、中にねカメラ入れてみましたけどもね、あの錆びてるところ、あと黒っぽくなってるのは汚れですね。あそこに水がとどまるんですよね。でですね、水がどうやってこのドアの中に入るのかということですけど、まあ、実際にやってみますけども、ここからこのアウターのウェザーストリップから入るんですけども、大体はこの前のここですね、こことここですね、この2箇所からだいたい入りますね。他もこういうところも若干は入るんですけど、ほとんどがこことここですね。で雨はね当然上から降りてきますけども、このガラス面ですね、ここについた水が入っていくんですよね。でまあこういうところは、まあ、あまり入らないですね。であとこのボディとのこの隙間ですよね。これに関しては、まあ、このウェザーストリップは効いてたらずっとこっちへ落ちますんで、この中には入らないですよね。まあ、若干上から降りてきてねこう入りますけども、まあ、知れてますね。ここに内張りもありますんで、そしたらね実際水をかけて、まあ、この中にどういう風にね雨水が入るか見てみたいと思います。はい、この運転席のね、ドアでやってみます。ここが開口広いんでね、見やすいですよね。今、中は汚れてますけども、乾いてます。濡れてないですね。水をかけますね。それではドアガラスに水をかけていきます。このドアガラスの前と後ろのところから水が入ることが多いかなと思いますね。窓ガラスに水がかかりますと、もうじゃんじゃんとドアの中に水が入ってきます。ものすごい量の水が入ってきますね。で、一瞬たまりますけれども、排水の穴が3つもありますと、あっという間に排水がされます。前側水かけてみます。これもものすごい量の水がドアの中に入ってきますね。まあ、このシャワーでね、今、ホースで水をかけてますけど、こんな雨のことってあんまりな、当然、普段はないかと思いますけれども、まあ、窓ガラスについた水は、もう大体ドアの中に入ると思っておいていいかなと思いましたね。もういかにこのドアの中の排水が大事なことかと。
ですから洗車ですね、車を洗う、まあ、そういう時はやっぱりこのドアの中ですね、ここもちゃんと洗ってやるということをした方がいいかなと思いますね。はい、ということでね、このガラス面からドアの中に水が入っていく、まあ、そういう絵がちょっと撮れてるかどうかわからないですけど、まあ、大体この両端から降りていってるということですね。そしたらこの中ですね、ここにもう水をじゃんじゃんここから直接入れまして、ね、出口がね、はじめみたいにこれが3箇所あるんで、そこからゴミと一緒に水を出しましてね、中を洗いたいと思います。そしたら中びしょびしょで済んでね、まあ、びしょびしょって言っても、まあ、雨が降るといつもこうなってるということですよね。で、このまま蓋をするとやっぱり良くないんで、エアブローでね、水を飛ばして、であとヒートガンで完全に乾かしてね、また中カメラ入れて見ていきたいと思います。で、水で済んでね、雨が降るといつも中濡れるんで、こういうことなんですけど、気になる方はね、この配線とかね、まあこのスピーカーとか外して、まあ、やったらいいのかもしれないですね。もう私はもう、別に問題ないと思ってやってますんで、これで、あとエアブローね、していきます。
勢いよく水を、かけまして汚れを出しまして、あとエアブローして水を飛ばして今ヒートガンで、温めてます。これで若干は水が飛んでくれるかなと。で、この状態でまた小型のカメラを入れて中を見ていきます。映りませんね。あ、映りました。だいぶ汚れは取れましたね。残ってるのはサビです。黒い汚れが一番低い位置にあったやつはだいたい流れ出ていきましたね。残ってるこの赤いサビ、これは水をかけても当然飛んでくれませんので、これは残りますね。で、このサビ、これ当然ほっとくことできませんので、サビ転換剤を塗っていきます。で、ただ入り組んだところですんで、届くところだけということで、前に前のドアは普通の筆差しで届きますね。今見てるこの後ろのドア、ここは開口が小さいのといろいろ入り組んでて、ここの汚れもだいぶ残ってますね。ここにね、サビ転換剤をきっちり塗っていくっていうのは難しいですね。黒い汚れがだいぶ残ってるのがわかると思います。ですから、水をかけた後ですね、届くような細く長い前向きに毛がついたブラシ、そういうものを用意しておけば、ブラシをここに入れて、ゴシゴシできるかなと思いますね。もしされる方いらっしゃったら、そういう道具を用意してからやった方がいいと思います。その届くような細く長いブラシがあれば、黒い汚れだいたいほぼ9割ぐらい取れるんじゃないかなと思いますね。私は今回水を勢いよくかけただけです。それでもこれだけ取れましたね。まだ水がね、これちょっとキラキラ光って、残ってるのが見えると思いますけども、この一番低い位置、ここに、汚れとサビがない状態を作りたいということですね。で、サビ転換剤を塗っていきます。持ってる筆がこんな短いものしかありませんので、なかなかやりにくかったですけども、前に前のドアはだいたい塗ることができましたね。ただ後ろのドアはちょっと届かなく、塗れなかったところが結構ありました。これもされる方いたら、なるべく長く細い筆、なんか延長してもいいかもしれないですね。それで一番前から後ろまで、このドアの中の底の部分ですね、一直線にサビ転換剤を塗っておくと、これは確実に効果があると思います。今回ですね、5枚目のドアとして一番後ろのリアのハッチですね、そこはこの作業してないですね。構造はもう同じような感じです。内張りを取って内側からこの作業をすればいいんですけど、ただ排水の穴がですね、ちょっとこう細く鉄板の合わせ面が入り組んだところにありますね。ちゃんと見たわけではないですけども、できないことはないかもしれないですけど、リアハッチ上げると高い位置ですんでね、普通のドアよりはやりにくいかと思います。また時間のある時に、そこだけをやりたいかなと思います。だいたいサビ転換剤がこの谷間に入ったかなと。これが仕上がった状態です。白く見えるのがサビ転換剤です。本当はシルバーなんですけどね、前から後ろまでこのように塗れました。はい、今日はね、ワゴン R のドアの中ですね、そこのサビの点検ということで、水はけをいいようにするということで、
やってみました。で、この車はね2006年式ですんで、今は2022年ですから、16年経ってるんかな。で、走行距離がもう11万キロになってますんで、まあ、そういう車のドアの中どうなってるのかということです。まあ、雨に当たりますとね、必ず、ドアの中にね、水が入るようにできてますんで、その水をなるべく早くね、外に出してやると。で、中の、ほこりとかゴミとかね、まあ、それは定期的に掃除をしてやらないといけないということですね。で、今日はね、錆が結構ありましたんで、最終的には、錆転換剤を、水の溜まる、水の流れ道というかね、溝のところに塗っておきました。で、手の届くところだけですけどもね、手の届かないところは濡れてないですけど、で、これでね、また、様子見ていきたいかなと思います。ということで、またこういう動画を上げていきますので、ご興味のある方、ぜひともお付き合いをください。それでは。